レットストーブ専門店渋川市ベレットストーブ群馬です。台風の影響でですね、今雨が降り始めています群馬県渋川地方です。大規模なというか大掛かりなというか災害にならなければというふうに願うばかりであります。さて昨日のオリンピック、日本選手また大活躍でですね、金メダル3つ獲得をしました。まずですね、公開競技になって初めての金メダル、侍ジャパン野球ですね、そしてレスリングの男子男の選手、そして女子の須崎選手ですかね、本当に、金メダルの数、それとメダル獲得総数ともにですね、過去最高ということで、まだですね、注目の競技がありますので、もっとメダルの数が増えるのではないかなと思います。今日もですね、勇気をいただきながらしっかりと応援をしたいと思います。ベレットストーブメンテナンス施設、また群馬県で初めての電気を使わないベレットストーブに関することで何かございましたら、ベレットストーブ群馬までお問い合わせください。